L の皆さん、こんにちは。蜷川美香です。もう台湾は本当に大好きな場所で、ずっとこうゆかりも深くてですね、いつもここから新しいスタートをチャレンジできることがたくさんある場所で大好きです。でさらにこうきちゃん撮るの私今回初めてなんですけれども、本当にすごくずっと撮りたくて楽しみにしてたので、すごくすごく嬉しかったです。やっぱりもうなんかなんだろうな、光り輝いているというか、すごく内側から魅力がこう外に向かってパーって本当にこう光のような方なんだなと思って、すごい楽しみですね。なんかみんながなんか魅了されるのが分かる。なんかやっぱ若さとでも知的な感じもすごいするし、若さ知的、なんかエネルギーの塊みたいな感じですかね。もちろんメディアでいっぱい見てて、すごく撮りたいって思ってたので、お父様は何回も撮らせてもらってるんですけど、なんか彼女撮るのは初めてなんで、すっごいすっごい楽しみ。それよりもうちょっと私は構築的というか、こういうことを知らせるためにはこういう写真だなとか、こういう展覧会がやってるよとかっていうことの間に、たまにこうなんていうのかな、日常的なものを入れた方が効果的かなとかって思いながらやってますね。なんかいろんなことをやってるんで、すごく情報がごっちゃごちゃになっちゃうから、それをこのタイミングでは例えば映画のことを集中して知らせたいなとか、今台中で展覧会やってますよっていうのを知らせなきゃなとかっていうのを出す時期をある程度考えながらやってます。そうしないと本当に情報がめちゃめちゃになっちゃうんで、やっぱりその時々によって全て違うというか、一度として同じ瞬間はないので、そのいろんなこう流れていく時をやっぱり止めれる瞬間なので、いつもいつもエキサイティングですし、すごい緊張もするし、それがとても楽しい。二度と同じことがない瞬間を封じ込めるので、すごく楽しいです。